おはようございます。おはようございます。おはようございます、はい、今日のデイリーマインドセットなんですけど、3倍努力です。なんかちょっと古臭い感じがしますけど、仙人さん、はい、これはどういう意味でしょうか？3倍努力っていう言葉は、僕はもう10代前半かな、小学生ぐらいの時だと思うんですけど、多分、はい、にものすごく影響を受けた言葉で、うん、柔道 その木村正彦さんだったかな、はい、っていう人がいて、ものすごく強くて、もう木村の前に木村なし、木村の後にかな、後ろかな、うん、に木村なし、後に木村なしって言われたほど、もう最強の柔道家っていう人がいて、 そうですね、その人のその本を、3倍努力って本が我が人生だったかな、ちょっと分かんないですけど、うん、彼の本を読んだんですね、幼い時に。うんうん、でそれを読んで衝撃を受けて、小学生の時、はい、びっくりして、もうなんかその全て努力でどうにかなるってことを言ってたんですよ、とにかく。なるほど。で、ああそうなんだっていうふうに思ってなんかなんていうかな、なんか成功とかって運かなとかコネかなとか、うん、いろいろその言い訳ってあるじゃないですか、はい、あいつはどうせ運がいいからとか、あいつはどうせ、はい、なんかあるんですけど、そういういろんな話が。でもその本読んで、はい、あ、努力をしたら何でも夢は叶うんだってことをなんか受けたんですよ、そのインパクトを。うん、で3倍努力って言葉は、とにかくそのライバルが、柔道をしてたらライバルが1時間練習したら自分は3時間練習したら勝てるって話で、うん、逆に2時間練習してるって噂を聞きつけたら6時間練習してやるって言って、うん、で3時間練習してるって聞いたら9時間やるって言ってあ、そういうことを本気でやってる人だったんですね、カミルさんっていうのは。それで結局 夜中とか寝ずに、なんか大木になんかその帯を巻きつけて一本背負いの練習を寝ずにやってたとか、うん、はい、でなんかもう最後にその大木がなんかそのへこんでいたとか言って、その打ちつけて腰を打ちつけますんで、でなんかそんで試合の前とかに、なんかその勝利っていうなんか文字が頭に浮かんだらその次の試合は勝つとか言って、なんかもうその勝利という文字が出るまでなんか練習続けるとか言ってなんかなるほど、すごくその努力をすればいいんだよっていうことを教わったんですよ、その本で。で、あ、なんかそうなんだってすごく単純に考え始めて、僕その時期から。はい。で、あ、なんか他の人にできて自分にできないはずがないと僕思い始めたんです、その時に。で、あ、3倍努力すればいいんだな。何も考えずに成功する方法、木村の前に木村なし、木村の後に木村なしと称えられた柔道家ですね。仙人さんが10代前半で出会った木村正彦さんですかね、の3倍努力という言葉が仙人さんは大好きだそうです。で、まあ仙人さんって一体誰だっていう人はぜひね、この下のリンクからクリックして、まあ、その仙人さんの正体を確認してほしいんですけども、まあ、要するに3倍努力すれば勝てるっていうことなんですけど、まあ、これって結構深いというか本質をついてるなというか、うん、なんだろう、当たり前といえば当たり前なんだけど結構忘れがちというか、そういうことだと思うんですよね。ついつい僕たちって裏技を探したり、なんかもっと効率いい方法があるんじゃないかとか、もっと楽できるんじゃないかって、ついついそっちの方を考えてしまうわけですけども、逆にもう努力の量を増やす、時間を増やすっていう考え方ですよね。ちょっとね、まあ、僕自身どちらかというとついつい楽したがるタイプなので耳が痛いなって感じたんですけど、まあ、そんな風にこの仙人さんという人は結構ふざけてるような名前で、まあ、かなりねエッチなことを話したり、まあ、文章とかもね結構過激な人なんですけども、やっぱり本質をついてるというか、本当に興味深い人だなってそういう風に感じます。で、音声の中でも、仙人さんも言ってたんですけど、特に格闘技とかは、基本的な動きや技をこうずっとねたくさんの量をやり込めば誰でも強くなれるそうなんですよね。で、僕自身まだその本当に基本的なことをずっと本当に努力して開花した能力っていうことを、まあ、実感した経験があまりないんですけど、まあ、多分気づいてないだけでほとんどが努力によるもの
だと思うんですよね。例えば、このブログの文章を書いたりだとか、あと、こういうふうにね、動画を撮る台本を書いたりだとか、そういうふうなのもやっぱりこうやって毎日毎日やってますし、そのコピーライティングの手書きっていうのも毎日毎日やってるので、そういうふうな努力がやっぱり効いてるんだろうなと思うんですけども、かといって他の人の3倍努力できるかっていうと、3倍努力できてないなっていうのをすごい感じるわけですよね。そう、でもね、こう努力さえ続ければいつか上手くなるってね、こう信じ込んでこれからもね、日々精進していきたいと思いますし、そうは言ってもね、改善っていうのは永遠というか、死ぬまでね、努力っていうのは、やっていかないといけないんだろうなと思いますが、努力は裏切らないってね、そういうふうに僕自身は信じてます。でもそうは言っても努力してもうまくいかないことって、あるんじゃないですかっていう質問があると思うんですけども、その質問の答えはこの音声の続きでね、言ってたんですけど、これ以上ここではね、言えませんので、気になる人は下のリンクをクリックして、神崎さんの過去をね、確認してもらって、確認してください。いかがでしたでしょうか？特にサンフランシスコの干潮はかなり衝撃的だったと思うんですよね。そうして、神崎さんも基本的な修行と努力で人生を変えてこられたわけですけども、そう。もし、万が一努力が、努力してね、結果が出なかったとしても、それでも、その努力したこと自体が経験になるし、その目標に少しは近づくことが絶対できると思うんですよね。そう。そういった意味で努力は無駄じゃないし、そう。そうは言っても僕はこらえ性がない方なので、本当にね、すぐに楽をしたがるので、もっと努力しなきゃなと、今回の音声を聞いて、猛烈に反省してます。はい。当たり前だなと思うことがあっても、こうやって改めて確認していかないと、本当ついついおろそかにしてるなって思うんですよね。っていうのも、こういうふうなことをね、話しながら、僕自身、なんかちょっと偉い人にね、休むのが大事なんだよとか言われたら、あ、そうか、と。むやみに努力だけじゃダメなんだ、とかね、そういうふうにすぐ思ってしまいますし、なんかこう、何事も素直に受け入れてしまうというか、本当に自分がないって感じなんですよね。で、あなたはどうでしょうか？接する人によって自分の人格が変わったりしませんかね？僕はかなりその変わるんですよね。その場その場によって人格が変わってるっていうのを感じてます。日替わりどころか時間代わりというか、情緒不安定なんですかって言われたら、そうかもしれないんですけども、本当にコロコロと自分って変わるなって最近感じてます。なんで、どんな情報に触れて、どんな人に囲まれるかっていう環境が本当に大切なんだなと今感じています。影響を受ける相手を選ばないとうまくいかないんだなって、そんな風にね、思っています。だからこそ、毎日ね、こういう当たり前なことであってもですね、こう聞き続けて影響を受け続けることが大事なんだなと思っています。そんな日々の努力があなたを成功に導くと信じています。で、この音声は、お金を守ることにパッションを感じている、あるクラブで配信されている、そういう音声になっています。で、このクラブですね、あなたの手元にお金を残して、あなたの生涯を楽に暮らせるようになるっていうね、お金の守りを教えてくれるプログラムに関して、興味がある人は、下のリンクをクリックして、そう。内容を真剣に読み進めてください。で、その内容を読み進めたら、このね、僕が参加している X ファミリーオフィスっていうのに一緒に参加して、ぜひね、一緒に進化していけたらなと思っています。そう、神崎さんの恥ずかしい過去や、そして仙人さんっていうのが一体どういう人なのかっていうことについてもここで書いてきますので、ぜひね、読んでみて、自分に合うのかなって見てみて、興味ある人は参加をしてください。ということで、今日も朝からご覧いただき、本当にありがとうございます。それでは、今日も一日頑張ってください。じゃあねー。